倍以内取ればいい。10番、10倍以内。やりました。おい、よかったね。頑張ります。いいな。昨日の負けは戻してな。1万引けばこの3万ちょい負けだもん。3万6千円負けが。1万引いたら王の角に行くぞ。あ、いく、迷わず行くよ。目の前の瞬間でしたね。惜しかった。そこで気持ちが折れての17番だな。久々だね、ほう。朝から打てんの。17番で入場して、まあ2台空いてましたよ、うん、結構だからみんなマイジャグにいたんだね。マイジャグがもう満台なのかなね。え、最近ジャグラーもそうだし、もうこの際花もねちゃんとやれてないからね。周りの反応はぼちぼちじゃないですか。もう左なんか2回立ってるけど、実はね、今月ね、1回花の6を打ってるんですよ。新潟でツインドラゴンの6、とあるチャンネルでね、動画がアップされてると思うんだけど、サダマで半日打って700枚。いやー、ちょっと物足んないよね、やっぱね。そんなもんに落ち着くこともそれはよくあるんだけど、瞬間的にね2000枚ぐらい打てる時間とかもあったんだけど、結局ね終わってみるとね、どうってことないとこに落ち着いちゃうんだよね。その時はねビッグ12の化け15とかで、最終ビッグが280分の1とか90分の1とか、その辺で終わってた。ほら右がいいよ、もう3回目。どうにもね、その確率以上にビッグを引かないというか、引けないというか、もう1とか1とかっていうか、低設定とか打ったら、まあもう決まっても400分の1とか500分の1とかになるからね。だから運勝ちみたいなのはもう全くないんだよ。今年厄年だったんですよ。厄年なんですよ。で特に何も悪いことなかったんで、でそれはそれでいいんだけど、いやこのジャグラー花不調のこの流れがね、この厄年の厄なんじゃないかっていうね気がしてる。もう2ヶ月ぐらい続いてるよ。もちろんね、ちょっと勝ったりすることもそれはありますよ。けど、うん、ちゃんと勝てない。大体1ヶ月とかぐらいはね、過去にもそれあるんだけど、どうも長いんだよな。で、ちょっと今までのジャグラー花人生じゃ経験したことないようなことがね、この短期間の間に起こったからね。ね、マイジャグのビッグカンで3000ハマったりとかさ、3000ゲームでビッグを2回しか引けなかったりとかね、花の方で。いやー、そんなこと今まで20年以上やってきてなかったんだけど、この短期間の間にね、そういうことも経験してるから。はい、皆さんに質問です。高設定を打ったときにちゃんと反応させられるけん、要は6を打ったらきっちりね、半日でじゃあ1500枚2000枚出せるけんと、低設定を打っても
それなりにの勝負に持ち込めるけん、どっちが欲しいですか。ほら基本的にはさ、低設定を打つことの方が多いわけじゃない。低設定を打つことの方が多いというか、低設定の設置比率の方が多いわけじゃない、基本的にはね。なんで低設定を打つ頻度っていうのはそれなり以上にあるわけ。触る機会っていうのは高設定を打つ機会よりも当然多いと思うんですよ皆さん。なんでその低設定でそれなりの勝負ができれば、それはそれでいいじゃない。なんで低設定を打ってもそれなりに勝負できる剣が1枚、もう1枚が、まあほら高設定をね毎日毎日掴み続けないことはまあできないんだけど、その代わり掴んだ時にはきっちり結果が出るよっていう剣と2枚やったとします。どっちをもらいます。高設定でたまに高設定を掴んだ時に負けたがないですよね。まあ、低設定打ったら負け確定みたいなのも嫌だから、それなりの勝負ができるんだったらそれはそれでありがたい。まあ結論両方欲しいんですけど、じゃあどっちって言われたら、個人的には高設定を掴んだ時にきっちり反応させられる件が欲しい、うん、低設定で負けるのはもうしょうがない、納得できるから。ただ高設定をせっかく掴んだのに負けてしまったり、あるいは欲しいだけの枚数が取れなかったりってなると、じゃああと何を目指せばいいんだって話になるでしょう。故に、うん、高設定を掴んだ時にちゃんと反応させられる件が個人的には欲しい。いや掴んだ高設定をね絶対捨てなければ俺は勝率はね劇的に上がるはずなんですよ。ただ悲しいから捨てるんだよね。でそういう時はやっぱ負けるわけ。いや絶対とは言わないですよ、高設定捨てたけどまた別の高設定に移動できて結果そっちで邪魔ついてきたみたいなこともあるから絶対とは言わないけど、基本的には高設定を捨てたら負ける。要は勝ち方っていうか、その勝ちにつながる手段をねもうそこで放棄してるわけだから、それは勝てねえよって話で。だからジャグラーとか花とかだとやっぱ高設定を常設してるお店って結構、ね、普通にあるから、これはもう当然僕に限らずね皆さん結構捨ててると思うんですよ。いやこれを高設定で予想しろって言われてもそれは無理だぜっていう日もあるからね。よし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 じゃねえけど246,000円。よし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 、まあ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 追加はなしよ。羽フラツインドラゴンの6を打った時に先週ねピック12だったんですけど追加15をした。まあ、そこまでいくとさすがにツインドラゴンがね6で追加が27分の1かで1で54分の1は倍違うんですけど、さすがにまあそこまで振り切れたらまあ途中で気づくよね、あこれは下じゃねえなっつうんでね。でこれ何気に珍しいと思うんですけど、このビッグ12回で追加15回なんだけど、追加0回のビッグがなんとなんと0回っていうね、もう本当漏れなく最後までビッグ1回につき1回以上追加が落ち続けたっていう。3回とか4回とか落ちたビッグもないんだけど、その代わりひたすらこう落ち続けるっていうね。ワンビッグの消化ゲーム数が23ゲームだっけ24ゲームだっけなんで、理想はだからやっぱこれ振り切れないとなかなか予想しづらかったりするじゃないですか、はなはなのスイカって。一つの目安としてビッグの回数に対してこう並行してね
追加の回数が推移していくようならもう文句なしということになるんで、できればね、特に序盤その線を踏み外さないようにねやっていきたいっていうか、うん、推移していってほしいんだよね。で、まあ、もちろん高設定ならっていう前提だよ、ね、捨てなくて済むから、まあ、やめる、うん、理由にならなくなってくるからって言った方がいいか、ね、だってこれこのビッグのコインがさストレートで飲まれたらもうちょっと考えるもんね。ねえ、ラインやがやもう送迎数がまもなく500なんだけど、結局当たり1回しか取れてないからね。で、1打ったとしたって弱いわけじゃない。本当にね、その確率を超えて当たりを引っ張ってこれねえんだよな。確率以上に引くことと確率未満で引くことの割合ってどんなもんなんだろうね。半々ぐらいじゃないの、わかんないけど。パチンコパチスロってさ、ある意味その当てるなっていうのも難しいわけじゃない。じゃあこの際6を打ってて200分の1以下でしかボーナスを引くなって言われてもさ、それはそれで無理でしょ。簡単にできるとできないでしょ。じゃあ1を打ってて150分の1で当てろ、まあそれはそれで難しいのは分かるんだけど、確率未満で引けでって言われてもねえ、狙ってできるもんでもないし、結果似たようなもんなんじゃないかなと思うんだけどね、割合的には。てか難易度も同じぐらいじゃないのかなと思うんだけど。あぶね、361ちょうど1万円、ここはビッグでいいぞ。左の台のさ最高ビッグ回数がさ58回ってなってんだけど、すごいね、13時間営業でね。だいたいまあ端から43、49、42、47ってきて58、46、そのトレが51かな。まあ13時間営業だとやっぱまあ40回台、まあジャグラーもハラハラもそうだけど、だいたいまあよく見るとこでまあそんなもんなんですよ。40回台後半で、うん、たまに50回台とか混じってくるんだけど、58回はすごいね、十字回転でね。追加が落ちないんで、まあ、当たりを引っ張ってこなきゃいけないとこだよな。いや、お隣さんも8回だぜ。左8回、右6回、俺2回。これちょっと分かんなくない、まだドア玉はまったけど、早いの早いの来て、ちょっとこれちょっとやろうよ一回。ちょっと趣味に走るのはまだ早いだろう。よいしょ、114、ほらほら悪くないよ。全部で1万3000なら、この台はまあ3000。あ、スイカ落ちずパネフラーリ、よいしょ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 、49、どっち。いや、ちょっと面白いことになってきたよこれ。736ゲームで3の2。いや全然わかんねえだろ、3の2で148分の1。いや上がってきてる上がってきてる。結果飲まれちゃうのかな。ねえ、ハマった後そこそこのラインまで復活したからね。いやー、一瞬いけそうな雰囲気やったんだけどな。
200を超えてます。あぶね、飲まれる寸前。263ゲーム、まあ早めのやつ4発経由してるからね、まあいいでしょう。まあどっちに転ぶか分かんない状態っちゃどっちに転ぶか分かんない状態だよね。えギリギリのところでつながってね、えまだなんとかなるんじゃないかというような気にさせられるんだけど、ここでだからまあねえやっぱ一発とりあえずやっぱ2、3発やっぱ当たりをかぶせてね、出玉的にもまあ確率的にも あこれでまあしばらくまあやっていけんなというようなとこまでやっぱいかないと、で当てますでビッグ1回分出ます飲まれますやっぱここまでかみたいなねちょっと状況からね脱出できないんだよね、この感じだと、ね、飲まれた後追いにくいしね。だから絶対飲まれちゃいけないんだよ。まずだからこの中間設定ぐらいのさやっぱ合算の時って、まあ、何枚持ちさん持ってるのか分かんないけど、まあ、せいぜいやっぱ中間設定ぐらいの確率ってことは持ってて5、600枚とかね、せいぜい7、800枚とかぐらいなわけですよ。と、まあ、その持ち玉でずっとやりくりできてたったらまあいいと思うんだけど、飲まれると確率的にもだから本当低設定域とかに落ち込んでて、うん、じゃあ追加投資ここからするのかって言われるとちょっとしにくいよねっていうような状況まで矢をなしに追い込まれちゃうんだよね。だからまあどっちに転ぶか状態のとこまで復活したのはまあいいことなんだけど、結果いい方に転ばないと悪い方に転んでった時点で、まあ、続行できなくなっちゃうからね。続行できなくなる状況に陥りやすいっていうの、まあ一個例外としてね、例えばレギュラーに大きく偏っちゃったとかね、でビッグ引けてないけどその他の要素は特に問題ないとかっていう、うん、そういう感じでハマってる分にはまあ前向きにね続行できないこともないんだけど、少なくともまあこの台もそうだし、さっきまで打った台も特にいいところがないっていうの、まあ、この台に関してはまあハマった後コンスタントにまあ当たりが取れてるからまあ今打ってるんですけど、ただこれで持ち玉が枯れるところまで持ってかれたらちょっとね前向きに追っかけづらいよね。まあこの辺かな。はい、生産中です、生産中です、ここまでにします。はい、ちょっと珍しいの見つけたんで、エルインカ、ね、なんか見た目アステカみたいな感じなんですけど、通常時は左リールバー狙って右適当で、スイカが転廃した時だけ中リールにもスイカ狙うと。だからスーパービッグを引ければいいわけだな。でスーパービッグだと345枚を超える払い出しで、ノーマルビッグの方だと225枚、スーパービッグを引いて RT に入れて、まあ、それをループさせたいとかっていうことなんだろうけど、まあ、RT100 ゲームつくんで、まあ、スーパービッグ引けると面白いことになりそうな気がするんだけど、ガッサマね重めっすね。6で183、1で199、まあ、上から下までもうほぼ差がない。なんか偉そうなんできたよ。いかにもリーチ目っぽいよね。当たってたらもうボーナス揃いにいっちゃった方がいいんだよ。で右リールの中下段に赤7、まあいいや、ちょっともう一回見てみようか。
アルパカリーチ目じゃねえのあれ。あら当たってねえんだ。外れたら確かにチャンスって書いてあるんだよね。だからあれがチャンス目。チャンス目。20% でしょ最低でも。当たんねえな。リプレイ揃ってないけど俺。そういうことなんだ。で当たったら右リールの中下、あ、中下段に赤七。これ止まったからこれ赤七だろ。赤七っていい方？違うよ、これノーマルビッグだよ。ダメな方のビッグ。左リールの設定推測要素、これを3回やるといいの。これキスした。雷雨だと偶数、夜だと設定2以上、満月だと設定4以上、日食だと6の5。ちなみにこのビッグを引くまでに8000円使ってますんで、全部で投資が2万3000円になっちゃったね。コンドルチャンス目だな。いや、コンドルはチェリー対応だぜ。これこれ取りこぼした？普通に押したんだけど。ああ、テンパってるな。当たってるだろ。あれ、告知がない。当たってない。え、当たってるじゃねえかよいや、わかんない、わかんないもんだね。で、3回目のジャックゲーム中にボーナスを終了させないこと。子役ゲームに戻ったとこで子役を取って終了させればある手に入ると。で、まあ普通に消化しちゃうと取り切っちゃうんで、1ゲーム何しろ外しをするんだよね。で、2コマ目押しなんですけど、逆押しで下の後ろ7をここ狙うんだけど、残り15枚のところでもし見せちゃったりとかしたら取り返しがつかないんで、事前に1回やっとくと。これで OK。 ああで1ゲーム進むからと、このゲーム中には終わんないよね。で子役ゲームに戻ります。ここで終わらせればいいんだよ。これは弱にしないってことだね。よしよしよし、これで終わり。さあで RT ラスト100が RT に入りましたということですね。チャンス目。暑いんじゃねえのかこれ。狙いに行っちゃおうか。リプレイ。ああダメか、外れろ。よし、お、これ当たってねえか。当たったろ。狙い行っちゃおうか。ほら
いいじゃないいいじゃない。85ゲームまたキスしただ。これで、ああ済まされるのか。なるほど。はい、200枚ぐらいかな。これがいいよ。これ完全告知モード。この仮面がこうずっと入れてるから、これ眺めてたらこれ酔いそうだな。なんでも1でもさ、これ結構ビッグ引けるんでしょ。ほら1でもビッグ228分の1。てか合算が6で106、1でも125、めっちゃ当たるじゃんこれ。シェリーが揃ってリプレイリプレイできて、なるほどね、なるほどね。一回だけ枠上にバーでいいのか、ジャッキンスターからいいのか。またチェリー、いや告知は悪くないね。ゲゲ、ああこれはまあ多少演出が出るのか。スイカがね期待度 50% あるんだけど、確率がね430分の1とかなんだよね。おー、あー違うのか。なに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 、偉そうなカットやったんだけど。ダメ、おう、これ当たってないのまだ。リプレイ、前のゲームもリプレイ。うー、188。これは負けてる時に打つ台じゃねえな。余計テンションが下がるなこれ。もういよいよもうどうしようもねえこれ。結構2連単食らって今360。ただね7連してるからね。で泣きの5000円やって、当たんなかったら4万円になるんで、もうそこで終了だな。おう、いや、マグレ一発あるかもしれないよ、もしかしたら。ダメか。追加会場、オフオフ。快晴じゃないかこれ。いやー、であるなら上がろうぜ。3連単経由だよ。まあずっと A にいたんじゃないかっていう気はしてんだけど、 B だったらワンチャンドキドキモードもあるからね。ワンチャンっていうかまあまああるからね。スイカ会場、こんなもん上がってないわけがないよ。3万7000使ってんだから。はい、行きますよ。
いや嘘だよ、女上がってないわけないだろう。はい、32。はい、また負けました。42,000円。昨日37なんで2日で約8万なくなったね。今日は抽選かな。朝の案の定鳳凰の角は出てます。綺麗に出てますね。さっき見たら16の12とか13とかそんなんで、まあもういかにもな感じでございます。俺がもう一人分早く並んでて押したら1番出たのかな。押した瞬間決まるのかな。あれ押した瞬間決まるんだったらまあしょうがないけど、順番になってんだとしたらやめましょうね。答えが出ないんでね。はい、まあ鳳凰はね半分ぐらい反応してましたんで、行ったとこは良かったんじゃないかという感じなんですけど、まあそこでまずこれだというのをつかめなかったこと、そのあたりちょっと遊んじゃいましたんでね。闇芝居もうちょっと当たるだろ普通。あれあの確率だったら結構当たってなかった2人してだからまあいろんな意味でね、当たりが引けない時期だなという感じです。で挙句最後おきどきねえあのざまでしょ。ちょっとねこれが厄年なんじゃないかと思いますね。まあもうちょっとで41歳になるんですけど、調べたら厄年っていうのは1月1日から12月31日までだということですので、これが厄年の厄なんだとしたらあと半年もこんなことやらなきゃいけないのかということになっちゃうんですけども、まあそんなものはねありえないと無心論者でございますんで、続けてればいつかまた3000と輝ける日が来るんじゃないかというのをただひたすらに待ちわびる今日この頃でございますね。ちょっと2日間いいとこなかったですけども、後ろ TV 的には まだ月が変わりますんでね、月が変われば7月入って流れも変わるんじゃなかろうかという感じでございます。引き続き前向きにですねやっていこうじゃないかと思います。おそば様でございました。またお会いしましょう。さよなら。